アドリフト41日間の漂流は2018年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はバルタザール・コルマ・ウクル。出演はシャイリー・ウッドリーとサム・クラフリンなど。タミー・オールダム・アシュクロフトとスージー・マック・ギアハートが1998年に上司したノンフィクション、レッド・スカイ・モーニング、エイト・ルー・ストーリー・オブ・ラブ、ロス・アンド・サバイバル・アット・シーを原作としている。 1983年、タミーオールダムとリチャード・シャープはヨットでタヒチを出港した。二人は太平洋を横断してサンディエゴへ向かう予定だったが、航行中に非常に強い勢力を持ったハリケーンに巻き込まれてしまった。荒れ狂うような波と暴風雨をかろうじて切り抜けることができた二人だったが、シャープは重傷を負い、ヨットは操縦不能な状態に陥っていた。 生還は絶望的な状況に思われたが、オールダムは全身全霊をかけて生き延びようとするのだった。2017年2月、バルタザール・コルマウクル監督の新作映画にシャイリー・ウッドリーが起用されたと報じられた。4月、マイルズ・テラーが本作の出演交渉に臨んでいるとの報道があった。5月、スケジュールの都合で降板したテラーの代役として、 サム・クラフリンが起用された。7月、本作の主要撮影がフィジーで始まり、5週間にわたって撮影が行われた。ロケ地に選ばれた沖合まで移動するのに2時間を要し、それが撮影終了まで毎日続いたため、撮影クルー及び俳優たちは船酔いに苦しめられることとなった。STX エンターテインメントは、 本作の制作費3500万ドルのうち300万ドルを負担し、広告費用に2500万ドルを投じている。当初、本作は2020年4月10日に日本で公開される予定だったが、新型コロナウイルスの流行が拡大していることを受けて8日、配給元のキノフィルムズは、本作の公開を6月12日に公開することを発表した。本作は、 アップグレード及び、ジョニー・イノックス・ビル・アクション・ポイント、ゲスの極み大人の遊園地と同じ週に封切られ、公開初週末2300万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものとなった。2018年6月1日、本作は全米3015巻で公開され、公開初週末2160万ドルを稼ぎ出し、 週末興行収入ランキング初登場3位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマトズには85件のレビューがあり、批評家支持率は71%、平均点は10点満点で6.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、主演のシャイリーンウッドリーの見事な演技に助けられ、 アドリフト41日間の漂流は、ラブストーリーとサバイバル劇の間をスムーズに往来している。となっている。また、メトクリティックには28件のレビューがあり、過重平均値は56、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。ありがとうございます。